ね、宮下さんは。おーおー、すごい。今の戦闘のね。ねえ、綺麗じゃない。誰なんだろう、誰だか分からない。誰なんだ。はい、皆さん、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。またまた航空ソムリエ宮田美恵子さん来ていただいております。よろしくお願いします。いや、もうね、何度もこうやって来ていただいて私も非常にありがたいんですけど、はい、今日ほど心配なことはないんです、はい、実は今日から JO1 の皆さんを、はい、まあ、見させていただいて聞かせていただいて、私はもうボイストレーナーなので、うん、歌声解説なんですけど、はい、宮田さんは航空ソムリエです、はい、お口の周りから、まあ、筋肉、はい、それからベロ、ベロね、歯、はい、などを見てですね、はい、今から見させていただく11人の、はい、ラブシーカーのオフィシャルミュージックビデオ、これ再生数も1838万、すごい。見て、うん、宮田さんにいろいろ言っていただこうと思うんですが、うんうん、私たち今日カンペを持っております、はい、もうドキドキなんですけどですね、本当にドキドキです。この動画見ていただいている方で、はい、私の JO1 の、ね、歌声解説動画も見ていただいている方もいらっしゃると思うんですけど、お前はいっぱい見てるだろうって言われている方も多いと思うんですが、うん、11人全然私まだはっきりとお名前と顔が一致してない状態でも、今宮田さんに私は JO1 を見ていただきたい、はい、そしてなんと宮田さんは JO1 どうですか、今まで見たことありますか。JO1 が JO1 が怪しいですか、はい、名前もちゃんと存在も知ってます、知ってはいて、はい、歌番組とかにも出ているのは見ましたが、はい、まさか、うん、日本人と、そうですまず思っていなく、先ほどみんな日本人ですよ、はい、って言ったらえらいびっくりしました。そうそう、だからもうちゃんとお名前をここにも書いてあるにもかかわらず、名前も入ってもう完全に私は日本人ではないと思っていたので、名前を見たらあれ日本人じゃないみたいな。そうです、皆さん日本人ということを先ほど皆さんは知りました。そう、知りました。でそんな状態で今からラブシーカーのオフィシャルミュージックビデオを見ながら、はい、前情報というか、うん、もう事前の情報は全くないですから、うん、はい、それでこの口の周り、歯やベロやこう胸郭じゃないですか、胸筋、うんうん、はい、などだけで、うんうん、だからもう純粋に、はい、宮田さんがいいと思うお口の方をどしどし見ていただきながら上げていただきたい、はい、で私も何人かしか正直分かってないので名前の呼び方がそうなんですよ、漢字は入ってますけど、ね、濁るのか濁らないのか読み方は分かってる。いやいや、まず読めない、ちょっとごめんなさい。だから、ね、ファンの人はね、本当にイライラする動画になる可能性ありますけど、でも怒られちゃうよね、お口のプロですから、はい、画面が回ってしまいました、ね、お口のプロですから、はい、まずはい、ちょっとね、どなたがどなたかわからない状態でありますけれども、はい、一回この映像を見てみたいと思います、はい、JO1 の公式 YouTube チャンネルに上がっておりますラブシーカーオフィシャルミュージックビデオ、すごいですよね、3ヶ月前にアップされた動画で今1838万回視聴のとんでもねえ人気の動画でございます、はい、3分21秒まず見ていきましょう。再生ポコリンと、さあ今天井に大きなくるくる回って、でてて、おギター弾いてる、ててて、けてて、今ね宮津さんは、おーおーすごい、今の戦闘のね、ねえ綺麗じゃない、誰なんだろう、誰だか分からない、誰なんでしょう、誰なんだろう、彼女一度待ってられない、あ、みんな綺麗ね、うまいな歌。いやーすごい綺麗、肌すごい綺麗ね、肌もね、めちゃめちゃ、おみんなギタードラムを叩いてる人もいるし、かっこいいリズム感、
うわー綺麗な声。この人も綺麗だな。みんな綺麗なお肌、顔、そして歯ですよね。歯綺麗ですよね。うわー、すっごい綺麗。みんな綺麗ですね。綺麗綺麗。なんでこんな肌綺麗なの、ね、みんな。肌綺麗すぎでしょ。さあ叫ぶの。いけねえって。うわあ、グルーヴ感、リズム感いいな。せなせなせ、今すぐ立ち上がれ。かっこいい。せれつれせれつれせれつれ。はじけないまま、every day。もうリズム難しいけど、かっこいい。いいね、動きも。この女性も肌綺麗だ。そう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 。今の J1 じゃないですからね、今の方は。おい、もう、うまい。なんと綺麗。うわ、みんなまた踊りもすごいな。チューラブ。音色もいろんな音が出て、チューラブってカメラ動かしながら。ねえ。うわー、すごい。すごいですね、声。今のね、高音綺麗に抜けて。お、かっこいい。さあ今歌が終わりまして、みんなそれぞれのメンバーがまた一つずつ映って、ドラゴンボールのあれ、ドラゴンレーダーだな、あれ。ラブセイカー、かっこいい、かっこいい。いやいいですね。初めて皆さん聞いてみて感想、かっこいいですね。かっこいいですよね。もうあのもちろん歌もね、ダンスもすごいですけど、うん、まあかっこいいです、うん、声の音量上がってますから、うん、かっこいい。もう肌も綺麗だし、歯も綺麗だし、みんな綺麗でしたけどね。そう、このね、髪もらった時も、はい、唇みんな綺麗って思いましたよ。この写真だけでね、なんでみんなこんな唇綺麗なんですかっていう話でしたけど、うん、肌もね、肌もね。でも実際これで、いや、すごい綺麗、すごい綺麗、気持ちがいいぐらい綺麗。なんか、うん、何のデコボコもないですね。そうそう、ない。つる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 で、もうシャープでしょ。まあ、これシャープって感じで、今3分21秒ね、うん、見たんですけど、はい、もう冒頭から、はいはい、あーって皆さん言ってましたけど、うんうん、なんかこう分かんなかったけど終わっちゃったと思って、もうこのってね、うん、最初の方でこう出てた方に言ってましたが、うん、ちょっとね秒数戻してみますよ。もう歌始まって、はい、ギター弾いてる、うん、本読んでる、ドラム座ってる、レコードを転がす、でギターアップで、うん、もう最初に出てきた人綺麗でしたよね。ほら、このエレベーターなのかな、ドアか、うん、ドアから出てくる先頭のこれね、そう、これ今ね14秒、12秒のところで今すごい止めました、うん、はあ綺麗で、この方すごい綺麗じゃないですか、うん、で皆さんこれ誰ですか、これは、これはね、これは誰なんですか。これ皆さんすいませんね、本当に、ちょっと待って、グーってね、かわしてますから。誰ですか。どうする、あの、誰かが、誰、この写真ね、うん、これ今ちょっとね、一つ画像をちょっとプリントアウトしちゃいましたけど、どうなったなんですか、これは。どなたなんでしょうね。だからこの12秒の方ですよね。12秒の方が、この隣に写ってる方は川尻蓮さんですよね。向かって左の方、ちょっと白っぽい、青っぽいね、うん、あ、これは川尻蓮、今川尻蓮さんとさらっと言ってますけど、うん、川尻って書いてある。川尻蓮さん、川尻蓮さん、福岡県出身、27歳、大型、川尻蓮さん、川尻蓮さん、これ向かって左はそうですね。で右の奥にも帽子をかぶられてる方いらっしゃるね、うん、はいはい、あれはどなたですか。先生、あの、これはあれですか、この右上のこの
貴前と書いてある木俣くん。あ、木俣くんって読むの。これそうくん、貴前くんって読んでましたもんね。はい、木俣くん。また皆さん。じゃない？これは。本当？違います？他にちょっと似てるか。そっち、すいませんね。あ、でも顎のラインからすると、うん、木俣くんかな。な感じに私はまあこの写真から、うん。顎で見よう。顎。顎で見よう。顎のラインで。顎で見れるの宮津さんしかいないですからね。顎。でその顎のラインで見たらこのだから12秒のこうメインの真ん中の子は何くんですか、これは。何くんかな。すいませんね皆さん、ファンの皆さん、私も何回か見てるんで、うん、この子だろうって言えないといけないんですけど、うん、そうそう、先生は言えてないですよね。ちょっと今もう一回流れてみますよ、うん、8秒からいって、うん、でドラムから逃げ出して、うん、このね最初かーって言って、この人は、あ、違う人出てきました。この人は、この今誰、17秒と止めた。これから17秒で今止めた。帽子かぶって、この人もほらすごい、ピーの帽子かぶって、肌も歯も歯茎も綺麗。この写真だと、うん、この映像だと誰だ。でも誰ねえ、みんなほら顎綺麗じゃない。あ、じゃあちょっともう顎綺麗、もっと皆さん見てるから申し訳ない。大平さん、あ、今のやつ。いや、この人も大平さんさっきの12回戻りましたけど、私は大平さんか、はい、鶴房さん、鶴房さん読み方かな、鶴房さんと書いて鶴房さん、鶴房、鶴房、あ、鶴房しおんさん、はい、あ、鶴房しおんさん。鶴房しおんさんってなんか可愛らしいお顔してますけど、うん、そうそう、そうするとちょっと違うのかな。あ、この12秒の人、ちょっと皆さん、うん、本当にね、イラついてると思うんですけどあの一旦この12秒の方あの私たち誰か判明してないんですけど、はい、この今の映像ね、これじゃあ出しましょう。今私が見てる写真と、うん、これを見ていただきながら、うん、ちょっと航空ソムリエさん的に、うん、このお口、そして、うん、模型だよね。模型だよ、歯の模型じゃないですか。なんかもう、あ、このこの歯の模型に確かに匹敵しません？もうこれですね。ですよね。しかもそう、周りのこの筋肉がね、この柔らかさ。あの私、まあ、ボイストレーニングやるときに、うんうん、その歌うときは口角上げますよね、うんうん、で上の前の歯が見えるように、はい、そして上唇がしっかりまっすぐこうね、うん、上がるようにっていうことをよく言うんですけど、はい、この12秒の方は、ね、ちょっとこっち上がってますもんね。そうなの、まっすぐだけじゃなくてこうなってる。口上のこの形も珍しい開き具合ですよ ね、 ですね。こんなに目は開かないですよ。開かない開かない。こういう風にね、うん、口角って上がるけど、もう全部がこう上がって、ね、模型ですよ。あの模型。人ですけどね。人なんですよ、うん。そう、模型の。でも理想ってことですよね。理想な、そうそう、理想っていうこと。歯の並び具合。すごいですね。しっかり噛めそうでしょ。そうですね。だって、ね、隙間が全然ないですもんね。もう本当だからしっかり噛めるからもうどんどん発達するじゃない、周りが。確かに、うん、筋肉も。目いっぱいここ上げますよってやっても、うん、実際にこんなにまっすぐなることも大変だし、うん、ここがこう上がるっていうのはもう元々持ってる。だから口の形、そして噛み締めとかもないから、うん、顎のラインがスッとこう綺麗に奥がこう出たりとかもないから。なのにどなたかわからないなんて失礼な。もどかしいですよ。もどかしい、ね、で私が分かっていればね、うん、これは誰々ですよって強く言えるんですけど、うん、今また照らし合わせてますけど、うん、もしかしてこのコーくんジョさん、ほらちょっとなんか鼻の形からして、コウクンジョさんって呼びましたけど、うん、ヨナシロショウコ、全然違うの。あ、ヨナシロって読むの、あ、ごめんなさい。あ、ヨナシロ、皆さんこれね、ヨナシロショウさん、こういうもんなんです。え、宮さんは今初めて、ヨナシロショウさん、ね、そして大型大型さっきも大型、ヨナシロショウさん、大型28歳ね。ヨナシロさんのこのほら鼻と違うかな。
いやそうかもね。鼻の形はですよ、でもこのお写真のこの唇の形からこういう形に、うん、でもこの写真自体ももう口角すっごい上がってるじゃないですか、ね、今見てるな、この与那城くんを見てるんですね。もう口角がってもう最初から上がってるし、ね、私与那城くん一時覚えたことあるんですけどね、先生、大変申し訳ないことに 100% で言いません。こんな感じであのいろんな角度から宮田さんに名前も分かっておりませんが、はいはい、お話を聞いていこうと思いますので、はい、これが何回か皆さん続きます、はい、であのこんなお時間なんですね。そうですで今見ていただいて分かるように、はい、これから何本か一気に撮りますから、はい、あの皆さんコメント欄にいろいろ教えていただきたいんですけど、それが反映されてこの後喋れるわけじゃないので、うん、でも理想的ね、この彼の口は理想的、ね、素晴らしい、模型のようだと、うん、模型のよう、模型というのは理想のようだと、ね、私のこの大好きなこの模型ね、はい、これなんか名前あるんですか、はい、これ特にないからつけてほしいかなで12秒のこのね、うん、口ですよ、はい、はい、ということで皆さん、うん、ファンの方は特にもやっとしてると思いますけれども、うん、お口はもう模型のようだ、うん、もう完璧というね、うん、口の形を、歯の並びを、そして口角の上がり具合、うん、相当褒めていただきましたが、結局どなたかわからないまま次回に続くということで、はい、皆さん何回か続きますので、はい、腹が立ってない方は、お手数ですけども、チャンネル登録もしていただきながら、はい、また明日以降の宮田さんのどんな読み方するかということもですね、はい、楽しんでいただけると与那城翔子はちょっとね、高群長とか言って皆さん大変失礼いたしました、はい、また明日ありがとうございました、はい、ありがとうございました。